じゃあね、巨人墓地行こうと思う。武器はね、ロングソードプラス15、タイトルにもある通り、論争で攻略しております。まあね、今までは赤い服で攻略してたんだけど、ちょっとね、強靭があると嬉しいなと、武器が軽い分強靭が欲しいっていうことで、首から下はね、これは上級騎士装備ですね。ひるまないと。殴られても S とか飲める。これ重要。両手持ち体験とかだったらね、あれなんですよね、技の後半中、攻撃モーションの後半中さ、スーパーアーマー見たくなってひるまなかったりするじゃん。やっぱりね、ロンソミでね、直剣はね、ひるむんだよね。頑張ってもひるむので、よっ。見た、今もひるんでないっしょ。あ、おいおい、増えたな、一気に。こんな感じで無理やり倒すことができると。最高。いや、でも初回のね、プレイ時はね、人間性困ったけどね、なんかやってるうちにね、人間性結構たまるようになってるね。っていうか NPC が出るようになったから、生きてるから。よいしょ。呼び出そう。リロイ呼び出して、お前全力で戦え、全力で戦え。おい、どこ行くんだよ、リロイ。そいつら掃除してくれ。お前何掘られてんだよ、バカ。ザコに殺されてんじゃねえよ。頼むぜ。うわ、マジ消滅しましたと。ボス部屋までついてこいっつうの。リロイ何も働かなかったな。よし。どんどん行こうか。ハッチのイベントは後で来ればいいのかな。まあいいや、無視しよう。あ、無視する？でも、やる？ちょっとやってみようか。
けばいいんだっけ。うわー、パッチのクソ野郎。悪いやつだ。やつは悪いやつだ。お宝。どっかにいた。あの姫様を。うわ、ちょっと待て。それはあかん。ダメだ、あかん。よし。フォースあんまり減らないんだけどな。フォースてか全然減らないのか、これ。ちょっと待って、タイミングがわからん。待ってくれ。まあ、いや、もう殴り殺したわ。この人なんか後で魔法ってくれるんだよね。パッチを懲らしめてやるか。No。よし、人間性くれた。こういうことだよな、パッチ。この先見えないけど黒騎士がいいんだよな、どっかに。黒騎士落ちたんかい、どっかで。これ亡者じゃないよな。亡者じゃないってことは、あいつ来るな。リロイが来るな。やっぱり来る。掘ってやろう。ズバ。湧いてるとこが分かってると簡単だな、これ。人間性回収、グラント回収。これね、やっぱ聖者の状態でいる方がより簡単だよね、このゲーム。だから死んじゃダメなんや。もしかして2とも上級騎士装備できるかな。いやいや、やっぱそこはハーベルでしょ。いた。
これね、強靭が46あるんで、多分1周目だと全然ひるまないんだよね、これきっと。でちなみにね、強化しても強靭は上がらないそうです。じゃあハベルに着替えるわ。どうこれハベル、決まってる？またお前ゴリ押しかと。すいませんね、ゴリ押ししか知らないんす。よーいし、えそえそ、もう一本、よし。お前らに用はない。お？全然ひるまないよ。愚かなり、私のハベル装備にかなうやつなどいたい。さあ戻ろう。パッチな、パッチ殺してくるか。人間性もくれるし、もう用はないだろうあいつ、邪魔なだけで。いやうるせえなお前、今に見てるよお前、闇の王になってやるからな。なるほど、何もいらないんじゃ土下座。よし、お前から何もいらないのだ。いや、豪華に松ヤニを使ってやるよ。高いんだぞ、センソールだぞ、このやろ。人間性4つ、イエイエイ。いや、また松ヤニ買ってこよう。はい、松屋に買う羽目になりました。あ、500ソウルか。ちゃんちゃんと。あ、ついでにあいつも倒しとくか。存在感ねえしな。よし、センソール、松屋に2個分とか言ってなんてね。よし、そしたらね、アノールロンド攻略していきますよ。ここはいつもね忘れるんだけどね、今回はちゃんと覚えてましたよ。イノシシ、うっ、相変わらず食らうんだなこれ。避け方が分かんない。
うわ、最高。じゃあ指輪変えとくかね。こっちじゃないんだっけ？下降りるんだっけ？
あ、もうめんどくせ。坂で登って、まあここはね、降りるだけだからね。ほんとお前は、違うのか。まあもう結晶洞窟はね、特段話すことがない。まあもともとね、これね、なんだ、黒騎士武器でね、やっててぬるいんじゃないかっていうことでね、ちゃんと通常武器でクリアしようと、しかも初期装備でどうだというところですからね、やり込み動画ではないですし、ホタテがね、邪魔だよね。
何も落とさない。うお、やばい。何が何だかわからんうちに倒した。これぞゴリ押し。ソウルを注ごう。はい、ソウル注ぎました。じゃあ行こうか。うわ、捕まった。
ウィン倒しました。あれね、逃亡者の目的通りね、ロンソ、初期装備のロンソでね、最後まで来れましたよ。僕黒騎士装備使わなくてもね、もうロンソプラス15で来れるってことが十分分かりました。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またな、火ついとくか。